おはようございます。おはようございます。宮崎晴れてるよ。めっちゃ晴天っすよ今日も。あちいね、午前中なのにあちいよ。そんな中今日はですね、大発小松台店にて打ってみようの収録となっております。いやいやいや、雑夏、はい夏です。だからなんだって言うんですか、夏ですよ。せっかくの夏なんで満喫してください。夏を満喫、わかった、花火柄にしよう今日。花火柄、花火柄ということはバジリスク、ゴッドは花火柄出てこないもんね。ね、そうします。はい、はい、じゃあ今日は夏、とりあえず夏を求めに行ってきます。さあということでですね、夏でございます。夏だもん、花火が見たいよねということで、バジリック甲賀忍法町絆からスタートしていきたいと思います。結構ね、今の時期になってバジリスク絆の人気が 再加熱しておりまして、どこのホールさんもね、バジには力入れてる気がするんですよね。やっぱりあの設定判別がしやすいっていうのもあるだろうし、設定通りね、綺麗に出てくれるっていうのもあるんでしょうね。弱い。何持ってるの？完成だ。来た、来たぞ、これ来たぞ。はいどうも、120ゲーム、チャランチャ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 ン。とりあえずまあまあ朝一ヒットはそんなに引っ張られず、投資250枚、レッツゴー。さあどうしようかな、ゲンちゃんかな、ゲンちゃんかな。頼むよ、777。そんなことはない、でも500だ。はいどうも。でも残り4回だもんね、関係ないもんね、設定判別とは。でもよかろう、よかろう。まさかそんなにすんなり言ってくれると思わんかったな。でちなみにさっきのが3回目の巻物やったんですよね。なんで3分の1条件はクリアしました。OK、頼むよゲンちゃん。はい、ゲンちゃんダメって、せっかく入れたのにね。へい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 、頑張ります、やる気です。できました、センキュー。あ、
選んでちょっとペンちゃん目を開けてよ。起きてペンちゃん、朝よ。ペンちゃん、うわマジか。
よ。撃破してないけ関係ないかな。ダメダメダメか。そうか、6対4、ビハインド。怖くない。いやー、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。満喫したね、バジリスク。本当満喫しましたね。ね。でも？何？花火から出したじゃん。出したじゃん一回。一回。一回一回出りゃ上等よ。なんかいろいろね、海も賑やかやったけ、海打ったりとかして夏って言えばよかったのにね。バジリスクがあまりにもいい台の挙動だったので、今日は1台打ち切るという形で、珍しいね、打ってみようで1台打ち切り。投資最初の1時間ぐらいしかしないもんね。そっからもうせずに早めに当たってレンちゃんレンちゃんだったので、今日はもう懐的にも熱くなりまして、気温的にも熱くなってまして、今の時間もう暑いけんクーラーつけて帰ろうぜまたね、次回来た時には他の台もチャレンジしてみたいなと思います。ということで今回はね、オーパス小松台店から打ってみようお届けしました。またねー。